押すのですわ。見えます、見えます、未来が見えます。ミルちゃんがココタマたちを占いしてあげるよ。占いしてほしい人いる？キラリスが占いしてもらいたいみたい。よーし、キラリスの未来を占っちゃうよ。心に思い描いた数字の分だけ手をかざすんだって。キラリスは緑のお洋服で優しくなれるかもしれません。緑のお洋服を着ると優しくなれるかもしれないって。次に占ってほしい人いる？次はサリーヌも占ってほしいみたい。サリーヌはどんなことが知りたいのかな？手をかざしてみるよ。幸せになれるでしょう。だって。よかったね、サリーヌ。みんなのこともこの水晶で占ってあげるよ。この8つの卵のどれか1つだけにトコタマが隠れているよ。どの卵に隠れているか、みんなわかるかな？正解は、青の隠れ玉の中におしゃけが隠れていたよ。青の隠れ玉を選んだ人、大正解！いいことあるかも。アソブームの動画は面白かったかな？他にも面白い動画がたくさんあるから、ここのチャンネル登録というボタンを押して、チャンネル登録をして、楽しい動画たくさん見てね。動画の右上にあるこのマーク。このマークをポチッと押すと、楽しい他の動画を見ることができるよ。ぜひぜひチャンネル登録をして、他の楽しい動画もたくさん見てね。アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。ココタマの動画もたくさん用意してあるよ。